いがいつも通りな、いつも通りね、うん、落ち着いてね、うん、やっぱり本番でやっぱ落ち着いた試合をするためにはね、ここでの練習がしっかり集中して落ち着けてないとダメだから、ね、その中でしっかり気力を充実させて、立ち合いの気力だとか打突の瞬間の時の気力ね、うん、そういったところを3年生中心にね、うん、みんなのいいところは元気よくね、常日頃から稽古をしているところだからね、それを絶対忘れないように、ね、全員で一生懸命やろう。いいか、2人1組、はい、追い込みはい、じゃあ目打ちいくぞ。左手1本で5本、いいか、右手1本で5本、ね、もろ手で5本、残りは左右面、ね、元立ちはしない、私たち左右面を打っていけ、ね、左手と右手役割が違うからね、いい、左手はぶれないよりしっかり押し込め、ぐっと押し込む、ね、この打点が打突の瞬間にぶれないようにしっかりと押し込む、ね、右手は柔らかくとにかく面布団の上を打ちにいけ、いいかな、はい、行こう、はい、増えないでいくぞ。はい、じゃあ今度、面体あたりから9本、それは一緒、ね、向こう側まで切り返していって、真ん中、いいか、真ん中になったら、双方の切り返しを9本、その場で9本、ね、で、9本終わったら、切って、溜めて待っとく、ね、で、次の列の P が鳴ったら、溜めた状態から、1拍子で向こう側まで大きく抜けていけ、いいか、はい、いくぞ、はい、元元気よく、元立ちも元気よく。はい、はい、注目、目と耳だけ聞け、来なくていい、ね、最後の1本を、ね、打ち切るだろ、打ち切る、ね、そこはみんなできてるんだけど、打って最後のところはふって抜けちゃってる人が多いよ、面だ、こうやって抜けちゃう人、うん、これよくないよ、したい時そこで打たれるわけだから、ね、そこが、ね、遅いと抜けちゃう癖があると、そこ詰められたら不利だと、展開が。ね、しっかりと打って抜けて、最後の振り返るところまでぐーっとエネルギーをためとかないと、ね、それでお互い構え合ってやっと抜く、ね、その癖をつけろ、いいか、はい、はい、小手面真ん中まで、小さく小手面入れてく、真ん中までね、耐えたり引き胴、ね、で真ん中で我慢で、ピーナイズで小手と言ったら相手の後ろ側に、ね、すぐに横動きで回る、ね、コンビネーションで胴で決めろ、いいかな、はい、行こう、はい、追い込みラスト、よし、頑張れ。